墨と筆と紙を使ってるから書道家とか書家って言われるんだけど、あんまりそこにはしっくりは来ていなくて、そこから新しくっていうか、そこを超えたところに何か行きたいなと思ってるので、ただでも書くって行為は絶対的にあって、まあ、筆跡がこうまた新しい風景を作るというか、自分が予想してないものが生まれるので、自分の内を探るじゃないですけど、なんか面白い反応を作品からもらえるっていうか、いろんな場所を見たいし人を知りたいしっていうのは単純に思う。それはなんか自分への意識になるので、やっぱり自分を知れるというか、まあ、沖縄っていうちょっと独特な文化歴史のある場所で生まれ育って、でそこから社会に出た時のギャップもあったし、常に旅をしてきたのかな。もういろんな旅をすること、体を動かしていくことは自分客観的に見ることができる。自分を見たいんですよね、自己を、実際を、結局はね。湧いてるところ、井戸もそうだけど、多分あったんだよね、湧き水の。そこいろんなそういう文化歴史があって、僕も生まれてるからこの島に、だそこの系譜をたどるというか、もっと探っていくと新しい何かが見えてくるんじゃないかっていうのはすごいあって、それで自分の表現でまた何か残るものというかを作ってみたいっていうのはあるかもしれない。ここは昔こう水道が通ってない時代に生活用水として使われていた井戸、伊佐川っていうんだけど、お邪魔します。おばあちゃんの実家がすぐそこにあって、ちっちゃい頃から来てたよ。何も汚染されてない空気がある気がしたりするのね。もちろん水があるってことは命が循環していく本当にルーツの場所だから、すごい好きな場所。綺麗だね。ブルーだ。歓迎してくれてる。自分が見えるかもしれない、この丸の線で。曲げ制作するときはこうやって最初に丸をから描いて、そこからなんか自分の身体とチューニングするというか、自然は丸は作れると思うんだけど、池に石投げたらどんな四角い石でも、角がたくさんある石でも丸い波紋が広がるわけじゃん、綺麗な。はーって、ただ自分は何も考えずに無でいたいから、そういうなんか水の波紋の意識というか、綺麗な丸を見てるからさ、自然の中で。めっちゃ綺麗。ああ。気持ちいい。
っと入れる。競争しよう。あいつ行ってこい。あっちから。あいつよろしく。巡ってる感じあるでしょ。でももうちょっとかけると思う、うん、旅です。インサイドトリップインサイド。あー宮古城府作ってる砂川美代子さんの愛の畑に向かってる。そもそものまず宮古城府の藍色、黒に近い藍色っていうのは興味があったから、宮古城府をまあ調べるというか、まあで彼女の織物はものすごい綺麗だから、なんか覚えてたね、砂川さん。うん、美しい。おはようございます。あ、おはようございます。入ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。収穫じゃあ向こうの方お願いしますね。あ、違う、はい、一緒に、はい、一緒にやった方がいいんで、よろしくお願いします、はい、この辺はあのこう何ていうの、沖縄本島にも琉球愛ってあるさね、うん、あれは木陰じゃないと育たないらしいんですよ。インド愛と琉球愛は色の違いはあるんですか？少しだけね。琉球愛はちょっと赤みっぽいけど、ちょっとここは、うん、黒っぽい。これは黒みが、黒みが、はい。その宮古の、宮古さん作ってる城府の、うん、その藍の色の、はい、すごい僕は 黒さというか、あれがすごい綺麗だなと思ってたから、はい、あ、そうですか。それもインド藍だからこそ、そのいい黒が出てるっていうか。まあ、好みがあるけどね、向こう好きな人もいれば。うん、でも藍はみんなね、私大好きだから。大好きだから。愛は愛に通じるね。愛は愛に通じる。ね、言葉がね。うん、ね、おお。足。愛を収穫して、その日のうちに。つけて、押さえて、24時間したら緑色の液が、緑色発酵してから、でこれまた葉っぱを捨てて、この液で攪拌、そう、石灰入れて攪拌、石灰したらあのドライ入れて、なるほど。ずっとこの先人たちもこういう作り方をしてる。そうですね、純粋、はい、石灰も入れて、はい、そうですね、石灰入れて、すげえ。こうしてる。これがもう藍。あのその作った藍ですね。作った藍。はいはいはい。でこれはあのこのアク、これあのアクはないかね。これあのはい、かつお節工場からもらった藍なんですよね。これが藍です。これを入れてこの液体をどうやって出るんですか。これが藍で。あ？でこれに水を入れたら、うん、あのアルカリになるんですよ。おお。でこれにあれに、1対3の割合 でお酒と黒砂糖を入れてやって、青森、青森で10日で。青森は何入れるって決まってるんですか？コップの大体1杯ぐらい、湯飲み茶碗の、うん、これ、うわ、そのままだ。最初こんな緑色になるんですよ。うわー、ほんとだ、緑色になって、うん、でこれほらこの緑色ですね、うんうんうん、でこれを引き上げて、こう緑色ですよね。緑色。でこれを空気に触れたら
これが青になるんですよ。本当だ、こんなすぐブルーになるんですね。そうですね、はい、こんな青になるんですね。綺麗でしょ、ね、綺麗。お邪魔します。で、手に持ってるところちょっと移動した方がいいはず。手に持ってるところは、あのここ持ってるところが染まらないので、うん、からこうやって、緑色からちょっとね、青になります。これ広げて、一つに広げて、一つにして、これパンパンと空気に触れて、空気に触れたら藍が出るので、はいはい、そうですね。あと一回染めても濃くなりますよ。おお、ブルー。ベースは炭だけど、トラ、うん、割れずに何かやりたいなっていうところもあって、あ、はい、その藍の深い藍色、はい、それを何か使ってみたい。それが都でこの生まれている色だなと思って、はいはい、この色で何か作品作ってみたい、描いてみたいなって。すげえ、すごいね。すごい、これすごいでしょ。すごくなる、これ私が追ったものです。これ昔のあの都城府を復元したもの、デザインして図案書いて、19の大きのくらいの、うん、人しかこういう大きい柄はつけられないって、うん、庶民はもう小さい細かい柄しかできないということで、もちろん美しいけど、はい、結局、はい、王様のためにというか、でこう泣く泣く追ってきた歴史ってもあったりもする。やっぱり神道寺がうちのおばのお母さんが、あなたが大きくなったらこんなのがなくなったらいいのにねって泣いていたよという話は聞いたことがあるんですよ、うん、でもやっぱり美しいものは美しいから、やっぱり ね、うん、でまた現代にまた生かせるような工夫をしてね、うんうん、あの、うん、やったらまたねいいかなと思うんですよね、うん、大事にしていきたいですね、その、うん、でもよくとさ、うん、新庄さんがいて、うん、またこう受け継いでくれる人が、形は変わってもね、うん、もう ね、あの協力しますよ。ありがとうございます。精進します。よろしくお願いします。大事に、はい、結局なんか左右されてるんだなっていうのは思うね、その自然に。今日の愛の1秒前までグリーンだったのが、空気に触れて酸化して青になるっていうのもさ、結局見えない何かが存在して、それによってこう自分が生かされてるっていうか、生きてるっていうのを視覚的に感じれたっていうのがすごい今日面白かった。すげえ。あ、一旦もらってください。え？いいよ、いいよ、大丈夫。いいですか？あ、はいはいはい。貴重な。あ、大丈夫です。まだ、これ作ってるからです。いっぱいありますから、大丈夫です。すげえ。うわ、綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあぜひ。はい。はい、じゃあ。そのまま。とりあえず。頑張ってね、新庄さん。ありがとうございます。
たい。重たいね、いろんな意味で。今日愛を自分で触って不思議だよね。色が生まれるのも撮る人がいて、それをつけて発酵させる人がいて、でも発酵には自然の影響が必要で、物が生まれる過程を体験というか感じる、感じた。綺麗、めっちゃ綺麗じゃない。旅の始まりじゃないかな、スタート、この愛のね。その中でこう自分の存在、自分の実在をこう探し続けていく、自分を見ることはできないからさ、なんか自分を見るために書き続けていくのかなってのは思うな。